首都圏新都市鉄道 TX-1000 系電車首都圏新都市鉄道 TX-1000 系電車首都圏新都市鉄道 TX-1000 系電車は首都圏新都市鉄道の直流通勤系電車首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス以下つくばエクスプレス開業時に導入された車両で路線内のうち直流電源で電化されている 東京都心側の秋葉原駅森谷駅間での運用を担う。交流電源に対応していないため、森谷駅つくば駅間の入線はできない。形式称号の TX は、つくばエクスプレスのローマ字表記つくばエクスプレスに由来する。2003年、平成15年3月に先行試作車6両、編成1本が2004年、平成16年3月から2005年、 平成17年1月にかけて量産車6両編成13本、78両が、川崎重工業車両カンパニー、兵庫工場にて落成た。車体は、片側4カ所の両開き客用扉を有する。車体のサイズ、車両限界は、JR の在来線と同等の全長20メートル級、幅2950ミ、mm、リメートル級で、他の施設や、 地下鉄車両に比べて大きなものとなっている。材質はアルミニウム合金で最新のダブルスキン構造を採用した。塗装はされておらず、地金の色が銀色に輝き、アクセントとして車体側面上部に赤色のテープによるラインを貼り付けている。これらは日立製作所の開発した A と l e の技術を用いており、これを川崎重工が ライセンス生産するという形になっている。全面デザインは、鋭いラインと V 字型のガラスが特徴で、高速感を出したものとなっており、路線内のトンネル区間、近く間で非常時の避難を目的に、貫通扉を持つ。屋根上に空調装置を一気搭載し、冷房時の能力は42000キロカロリー H である。空調装置内には、通年稼働する空気清浄機を併設する。 終電装置は、東洋電気製造製で PT7149B 型を名乗り、シングルアーム型手羽上昇、圧縮空気加工式で、片側にしか、終電装置がない車両では増設の準備工事がされて、おり、台座もある。車内は白色を基調とし、客用ドアにも、同色の化粧板仕上げである。各ドア下部には滑り止めを兼ねた黄色の展示ブロックが、 貼り付けされているほか、ドアの開閉に合わせて、ドアチャイムが鳴動すなど、視覚障害者に配慮したものとなっている。また、編成中2両、2号車と5号車に車椅子スペースを持つ。座席は全車両が、墨絵工業製のロングシートで、通勤需要に対応したものとなっており、数部分の着席区画を明確化した、バケットシート仕様であるほか、座席を、 壁面だけで支えることによって足元をくっつかえるようになっている。また、着席区画の明確化と同時に混雑時に捕まったり、着席、規律の補助となる握り棒、スタンションポールが設置されている。側面の窓は大きな一枚ガラスを用いており、開放的な雰囲気となっている。1990年代以降の新型車両では、 紫外線カット機能付きのガラスを採用する代わりにカーテンを配するものも出てきたが本系列では透明ガラスと巻き上げカーテンを採用したこの窓は開閉不能であるが空調設備が故障した時の換気用として車両連結面、つま面に開閉可能な小窓を設置している乗客用車内案内表示装置として LED 式の文字スクロールによるものと 路線図式のものが設置されている。他事業者では、路線図式のものは、LED 式の文字スクロールによる表示にとって、変わったところ、多く、新たに採用しているところは少ない。また、自動放送を搭載しており、日本語と英語に対応している。つくばエクスプレスでは、ワンマン運転を行う列車としては、日本最速となる。 最高速度時速 130km で運行されており、それに対応した設備を有する。運転台のマスターコントローラーは、ワンハンドル仕様で、立行とブレーキが一体化しており、左手だけで操作する。また、ワンマン運転対応のために、客用ドア開閉スイッチを運転台に併設する。運転台には、TIS、車両制御情報管理装置と呼ばれる三菱、 電気製のモニタ装置があり、各車両の状態が一目でわかるようになっている。主制御機器、走行用モーターの制御装置には、東芝製、イベット方式の VVVF インバータ、回線ブレーキ対応を採用した。一機の VVVF インバータが制御する主電動機の数を2台に制限することで、制御装置が故障した時も、自力走行できることを目標にしている。 主電動機、走行用モーターも、東芝製のカご形参照誘導電動機、C-397 型を、電動車1両に4台搭載する。車軸への動力伝達は、TD 平行、カルダン駆動方式、歯車比は1、6.53で、起動加速度時速 3.0km、最高速度時速 130km に、対応している。台車は、川崎重工製で、 電動車が、キロワット167、付随車が、キロワット168を名乗る。車内照明や、冷暖房の電源として、東芝製静止系インバータ、SIV を搭載、ブレーキなどに用いる圧縮空気を供給する、電動空気圧縮機、CP は、クノールブレムゼ製、SL22 系を搭載する。ATG と ATO、タスックを搭載し、 運転士のボタン操作一つで加速から停車までを自動で行うようになっている。TX-1000 系編成表、秋葉原駅森屋駅間で普通列車を中心に一部の区間快速列車にも運用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。